皆さん、こんばんは。滝沢勝成でございます。えー、非常に私事ではございますが、えー、私、滝沢勝成、先日2024年9月28日に、なんと、えー、!41 歳になりまして、ああ、大人。言い訳できず、大人。<laughs> 全然、大人。 もう全く言い訳できず大人全然大人でございますよになってしまいましたちょっと前にね YouTube でねなんかオリジナル曲を作りましたなんつってポジャラーンス思ったよりもお湯をはじかない腕を眺めておかしいななんでかなそういやそういうもんだっけ売れてるバンドグラビアアイドル全員年下でそうですかそうなのかそういやそういうもんだっけ 恋しちゃあの子の髪の香りがすれ違いざまにふわっと漂ってなんつってやってましたけどもあれがアップロードされたのが僕が35歳とかそのぐらいの時なんでえ34だっけかなもうちょっと前かな忘れちゃったけどいやーなんか40歳を超えましたかみたいな感じのねなんか感慨深いところでございますよなんかさえずれ行くとさあのこのフリー Wi-Fi があるわけですよ サイゼリア、フリーワイファイようこそ、つって。テーブル番号を選んでください、つって。バラバラバラつって男性ですか女性ですか男性、つって。お一人ですか一人。5年齢、つって。20代、30代、40代ってある中の40代にこうチェックマークを入れる。ことに対する抵抗がなくなってきたっていう。<laughs> サクッて40にこのタップしてる私の,この心境。あ、俺なんか意外と躊躇しねえぞみたいな。 カメラってねえぞつって、慣れてるぞみたいな。40代であることに、なんか自覚してるぞみたいな。えいう時のこの、なんとも言えない感情。別にあの、悔しいとか、悲しいとかそういうわけじゃなく、もどかしい。なんかこう、寝かしい。みたいな。寝かしいって言ったんだ。なんかわかんないけど、なんか、も、や、もなかしいみたいな感じの、もに、む、もにょこしい感じがしますね。そうか。なんかこうね、もにょこしいです。もにょこしい。も、む、む、もむ、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 もむ、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  なん <laughs> だそれって感じですけど。めめめ欲しいです。本当にもう滝沢勝さんにそんな感じで4 0歳になりました。ありがとうございます。皆様、今年も滝沢勝さんに何ぞよろしくお願いしますというですね、本当に雑談動画でございます。滝沢勝さんに41歳も頑張るぜ、イエーイってな感じの感じです。 先日9月28日ですね、えー、町田の魔法の座というとてつもなく素敵なライブハウス、私が大好きなライブハウスでバースデーワンマンライブをさせていただいたんですが、えー、皆様配信のチケット、ご来場チケット、本当に皆様関わっていただきまして、本当にありがとうございます。で、そのライブ会場限定というか、ライブ会場でいっ,ったんですね、そのなんかこのグッズを受付したんですけれども、まあちょこちょこその通販もやってくれみたいなね、そのライブ会場だけじゃなくて、普通にあの、 ね、欲しいよっていう人も結構いらっしゃったので、ちょっくら期間限定で、この通販受付もしようかと思っております。ので、それどうですかーっていう、えー、誕生日ですよっていう、誕生日ですよっていう、そういうお知らせの <laughs>、動画でございます。誕生日限定グッズ、誕生日ですからどうですかっていう、ねえー、そういう感じの、えー、プレッシャーです。とりあえず、4つほどアイテムがありまして、まあ、今回こんな感じのですね、滝沢勝つなりえー、41、 バースデーライブインマホロザ町だっていうですね、こんな感じの、えー、ちょっと僕のすごく好きなイラストレーターさんにですね、イラストを描いていただいて、こんな感じの、えー、プリントになっております。これがそのエコバッグ、えー、折りたたみ可能でございます。すごいこの折りたたむとですね、ちっちゃくなるんですけどもね、えー、カバンの中に一つ入れておくと、まあ、すごくこの重宝するタイプのエコバッグでございます。ちょっと実際畳んでみるとですね、確かこう言って、そうそう、こうなって、こうなると、 ほら、ちっちゃくて軽くて便利、えー。という不織布のエコバッグ。で、これは厚手のキャンパスソードバッグですね。これめちゃめちゃ厚手なんで、えー、結構ガツガツ入れて、えー、楽譜なり、機材なり、いろんなお野菜なり、キャベツなり入れることができるという、えー、内容でございます。で、このプリントされた、えー、シャツ。T シュー、えー、ユニクロです。<laughs> ユニクロ、ユニクロのシャツです。で、 こんな感じの缶スリーブですね。これは、あのー、ペットボトルとか、缶ジュースとか、この中に入れておくと、まあ、結露しないし、これ、方になってすごくいいよね、みたいな感じで。えー、お酒飲まれる方はですね、この中に缶ビール入れたりとかすると、すごいはかどるっていう感じのアイテムなんですけども。まあこんな感じで、私の41周年パーティーじゃないか、41歳記念ライブの、えー、グッズが、シャツ ショートバッグ、エコバッグ、そして、えー、カンスリーブって感じがありますので、もしよければ、買ってくださいっていう、えー、お願いの動画でございます。えー、興味がある方はですね、概要欄の方にリンクを置いておきますので、もしよければ、こちらの方からお申し込みいただけたら嬉しい感じでございますよ。一応、いつまでも、え受付しているというわけではなく、期間限定で、 いつまでって発信したきかなちょっと待ってくださいね。いつまでですかな来週のですよ、ね。どっかなんですけども。滝沢の夜。これかな ?10 月12日土曜日までとさせていただいておりますので、えー、もしご興味がある方は忘れないうちにポチッとやっていただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。えー、そんな感じの滝沢勝成41歳になりました。プラス。 えー、それに準じたグッズが登場しましたよ。イエイという感じのお知らせ動画でございました。よろしくお願いします。以後、雑談。いやー、何度も言いますけども、なんかすごい月日が経つのは早いですね。本当ね。なんか、11年前に30歳になりました、なんつって。みん、掃除かーとかっていう動画をアップロードしてから、もう11年、わーっつってね。本当にもういろんなことがありましたわ。 まあ、いろんなことがあるのが人生なんでねいや、むしろいろんなことがないと困るんですけども、いやー、41歳になったけど、俺何にもねえわーっていう方が大問題なので <laughs> そう、そうではなかったことを、えー、喜びと、えー、捉えた方がいいのかもしれませんが、えー、そんな感じの神経でございますね。とりあえず、まあ、最近私の現状としてはですね、あれなんですよ、なんか活動を <laughs> 縮小しておりまして、すごく、えー。ユニット、歌い人というユニットをやってたんですけれども、 で、えー、それの活動も8月に一旦おやり、あの、お休みって感じにして、で、まあ、先月9月28日のその僕の誕生日に僕はソロでワンマンライブをしましたけれども、えー、僕自身のソロのライブも、まあ、しばらくお休みみたいな感じで、これからしばらくですね、その演奏活動とか、でそのアーティスト活動とかをですね、ちょっとこの、ストップする方向で考えてるんですけども、まあ、そんな中でお休みはしないですけどね、なんかいろいろとですね、この、 リセットというわけじゃないですけどもね。や,なんかやりたいことがいっぱいあるんだけどもね、なかなかそれに対して、なんか、うまく時間が工面できないみたいな感じのことがすごく多くてですね。なんかちょっとこう、イライラしちゃうことがすごくありまして、なんかうまくいかねえな、こっち来しょうみたいな感じの。<laughs> なんかそういうのがすごくあったりとかして。なんかね、いろいろとこう、一つ一つのこの習得といいますか、修練度というか、なんかそういうものにあげるのに対してですね、ちょっと時間を使いたいなと、確保したいなみたいな感じで、えー、やってるとこなんですよね。 で、歌いそのワンマンライブが終わって、滝沢勝成、えー、ソロライブも9月28日で1回終わって、うん、結構、10月に入って、まあ、別にそんなに何週間も経ったわけじゃないから、そんなに環境は変わらないんだけども、でも結構気持ちとしてはですね、かなりなんか一段落、二段落つ,ついた感じでございまして、なんか、これから、ちゃんと今までやりたかったことに対して、時間をかけてフォーカスしていくぞ、イやーイみたいな感じで、結構、やる気に満ち溢れているというか、 なななんんんかそそ感じでですよねでそのやりたいことの一つとしてはまあその YouTube の動画更新をちゃんとまあすることだったりとかまあ新しいちょっととあるチャンネルがあるんですけどね新しいちょっとチャンネルを作ろうっていうなんか計画があったりとかするんですよ。そういういのもああるしあとソロギター 先日、その真夏の果実の演奏動画をアップロードしましたけども、あんな感じのソロギター動画もですね、今後どんどん増やしていきたいなと思っていてい、で、楽譜の販売とかもですね、どんどん増やしていきたいなって思っておりまして、で、単純に練習。自分自身の練習だったりとか、スキルの向上だったりとか、コピーも全然できてないからね、いろんな曲をコピーして、いろんなエッセンスを吸収して、もっとこう、音楽的スキルを持ってあげたいなと思うし、うん、で、歌いすともね、あの、別にこれで終わりじゃないから、 活動を再開した時に向けて曲作りとかね、もうちょっとこうしっかりやっていきたいなっていうの思ったりとかして、うん、なんかすごいこの、あればやろう、こればやろうみたいな感じで、すごいメラメラと覚えてるわけなんですよね。まあ、わかりやすく言うと、その、例えばその歌い人という活動があって、本当はすごいもっともっと曲作りたいですけどね、でも曲を作る、 やっぱ時間もなかなか取れなくて、結局その動画更新とかリハーサルとかライブとか、なんかそれの段取りとかね、それの準備だったりとか、その実行するんたらかんたらとか編集とかで、なんか時間かかっちゃって、結局なんかずっと曲作れないとか、なんか歌詞の制作に取り掛かれないとか、なかなかその向き合えないっていうね、あったりとかすると、やっぱこうイライラしちゃう時もあったりとかしいですね、よくないなーっつって、うん、なんかよくないなーって、なってて、なってて。で、そういったものがその全部、 えー、生産ってわけじゃないけどね、えー、一旦、ちょっとこう、もろもろ、えー、落ち着いた一段落となって、えー、41歳スタートしてるわけなんですよね。いやー、41歳、頑張りたいですね。今年、今、まあ、10月に入ったばっかなんでね、10月、11月、12月と、3か月しかないっちゃ、3か月しかないけどね、3か月あれば結構いろんなことができるので、ちょっくら今年残り、オラ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 と、えー、もりもりっと、えー、頑張っていきたいなと。 うん僕のことをよく思ってくれている方々はね、まあ僕がいつも頑張ってるっていうふうに思ってくれてるみたいですけども、そんなことは全然なくて、本当とはもっとね、あと5倍ぐらいのスピードで動きたいんですけどもね、でも本当に多くの人たちが、いやー、ほんと40歳になってから、もう竹山さんはすげえなと、もうとてつもないスピードで動いて、半端ないぜみたいな感じで思っていただけるように、ちょっとですね、気合い入れて過ごしていこうと思っておりますので、まあ何かと活躍を楽しみにしていただけたら嬉しいところでございます。なんていう話でございました。はい。 まあ、雑談を添えましたけれども、以上でございます。私の、ね、私のメインのお知らせとしては、えー、買ってくださいよろしくお願いしますっていうところでございます。よろしくお願いします <laughs> では、そんな感じをおさせていただきましょう。皆様からのお申し込みお待ちしております。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。さよならグッバイ、じゃあねー。滝沢勝さんでした。じゃあねー。<laughs> 突然終わる。<laughs>